今回は水のレンズさんのナチュラルなカラコンを紹介していこうと思います。2種類の中でもカラーが2つずつありまして、 BBA のグレーと BBA のブラウン、 BBB のグレーと BBB のブラウンがあるので、今回は全部をつけてレポートしていこうと思います。はい、今から早速つけていくんですけど、最初につけるのは BBA ブラウンからつけていきたいと思います。はい、こんな感じで開けると中にカラコンケースとカラコンの本体が入っております。早速つけていきましょう。はい、BBA ブラウンの色味はこんな感じですね。はい、つけてみました。こっちが裸眼で、今こっちが BBA ブラウンをつけた目でございます。レンズ自体の直径が 14mm で、着色直径、色がついてるところが 13.5 で、ちょっと他のカラコンに比べると小さめなのかな、普通ぐらいの大きさですかね。でもやっぱ裸眼と比べるとナチュラルなんですけど、かなり漏れます。こっちの目も入れますね。入ったかな、入ったかな、入ったか。はい、両目 BBA ブラウンを入れてみました。いかがですかね。かなり漏れる気がします。ブラウンって色味は日本人の瞳の色に違和感なく馴染んでくれるので、ものすごくナチュラルに見えると思います。次は BBA グレーをつけていきたいと思います。グレーだ。おー、やらかしました。どうやって開けよう。本当はここのね、鉄の部分が、鉄というか鉄みたいな部分が取れるはずなんですけど、なんか間違えちゃった。マジで開け方わからんじゃけど、はい、どうしよう。全然あかん。開いた。ちょっとハサミ危ないね。奇跡の瞬間、開きました。感動、感動した。つっかめんない、つっかめんない。なんでそこに行っちゃうかな。みんな一回出してから取りようかな。うん、取れん取れない。来たぞ。 BBA グレーですね、救出できました。つけていこうと思います。 BBA グレーをつけていきます。お、ちょっと目が充血してきた。こっちがブラウンで、こっちがグレーです。わかりますかね、違い。ブラウンは結構ナチュラルに溶け込んでるんですけど、グレーはちょっとハーフ感が出ますね。かわいい。はい、今どちらも BBA グレーを入れてみました。いかがですか。さっきとは色が違うの伝わりますかね。本当に周りがブラウンで中がグレーなんですよ。本当に裸眼に馴染む。ちょっと充血してきた。やっぱグレーはちょっとハーフ味が出て好きです。グレーはちょっとほんと青みがかった感じなので、結構肌に透明感が出るんじゃないかなって思います。皆さんは BBA ブラウンとグレーどっちが好きですかね。私は本当にメイクによってどっちも使っていきたいなって思います。6ヶ月も使えるんでね、一時はこのカラコンを使っていきたいと思います。はい、次はですね、 BBB のブラウンとグレーですね。 BBA ブラウンからつけていきたいと思います。はい、一旦裸眼に戻りました。はい、次はですね、 BBB ブラウンを紹介していきたいと思います。まあ、中身はさっきと同じです。 BBB ブラウン救出しました。結構ね、縁がね、焦げ茶ですね、さっきのに比べると。片目だけ BBB ブラウンをつけてみました。こっちは裸眼ですね。このカラコンはですね、縁が結構黒に近い焦げ茶ですね。真ん中に行くにつれて茶色になっていくっていうグラデーションになってます。なのでかなり縁が黒っぽくてはっきりしてるんで、お目々がクリクリして見えると思います。両方つけていきます。両方つけてみました。いかがですか。結構つける前は目立つかなって思ったんですけど、そんなことありませんね。でもやっぱり縁が濃い目なので、目がクリクリして、なんて言うんですかね、
普段より大きく見えるんじゃないですか。これカラコンのサイズ言うの忘れてたんですけど、さっきの BB-8 と同じでレンズ自体の直径が 14mm で、あの着色色がついてる部分の大きさが 13.5mm でございます。はい、次はラストですね。 BBB グレーをつけていきたいと思います。これのグレーバージョンですね。見えますかね、ちょっとブルーっぽい感じ。これは可愛いぞ。はい、今からこっちの目に BBB グレーをつけていきたいと思います。こっちが BBB グレーとこっちが BBB ブラウンでございます。はい、色の違い分かりますかね。やっぱりちょっとグレーで青みがかった感じで、こっちが茶色ですね。ハーフっぽい見た目になります。両方つけていきたいと思います。はい、両方つけてみました。いかがですかね。遠目に見てでも結構ナチュラルなんで、カラコンしてるってまあ分かりますね。やっぱブラウンとは印象がちょっと変わってくるんですけど、これも結構ナチュラルめなちょいハーフな瞳になると思います。グレーで最後のカラコンなんですけど、今回のカラコン紹介いかがでしたか。今回紹介したカラコンはナチュラルで盛れるカラコンなので、職場だったり学校とかアルバイトとか塾だとか、まあ、そういう時につけていけるようなナチュラルなカラコンになっております。概要欄に飛べるように URL 貼っておくので、もし気になった方がいれば概要欄から飛んでみてください。ものすごくこのカラコン気に入ったので、とりあえず6ヶ月間はこのカラコンを使ってメイクをしていこうかなと思います。よかったら次の動画も楽しみに待っててください。それでは本日もありがとうございました。バイバイ。